年の生徒数は25 762学級76名である東京都内の公立中学校としては10市に入る大規模校で生徒数は750名を超え区部では最大生徒の間では大中、済み中と呼ばれることが多い制服がある通常学級の他に特別支援学級として10組が併設されている 学校教育法の施行に伴って、練馬区で開設された中学校13校のうち2つを統合して設置された。1年生では希望者に臨海学校、2年生ではスキー教室、3年生では修学旅行がある。臨海学校では練馬区の宿泊施設である千葉県にある岩井少年自然の家か静岡県にある下田少年自然の家が使用される。また、 スキー教室では、長野県にある、武市少年自然の家か、同じく、長野県にある、軽井沢少年自然の家が使用される。修学旅行では、蒸気の施設を使わず、京都奈良に行く。運動会は9月に行われていたが、近年では5月に行われるようになった。全校男子による組体操、双乱武士と全校女子によるダンスが伝統となっている。合唱コンクールは、 毎年10月に練馬文化センターで行われる。2005年は練馬文化センターが改修工事中だったため、所沢市民文化センターミューズで行われた。学年ごとに異なる課題曲と自由曲を歌い、学年ごとに順位を決定する。近隣商店街、小学校、幼稚園等の協力により、平成23年度から1年生が行っている。 西部池袋線の北側に東西に伸びた学区となっている。区立中学校選択制度があり区内の遠方から通学している生徒も多いが、学区指定による小学校は以下の通り、院は小中一貫教育グループの構成校。学校選択枠からの入学希望者数は多く、2005年度入学者では受け入れ可能数40人に対して118人。 2006年度入学者では受け入れ可能数20人に対して93人。2007年度入学者では受け入れ可能数20人に対して95人の応募があり、公開抽選を行っている。ありがとうございます。